岳は、栃木県那須郡那須町にある茶臼岳の別称で、同県那須塩原市、那須郡那須町、福島県西白川郡西郷村にまたがる山の総称でもあります。一人旅人さんは、10月29日、知人二人と三人で、紅葉を求めて、麓を歩いてきました。年齢を感じさせない元気な知人二人に誘われ、数年ぶりに栃木県の那須岳に紅葉を見に出かけました。例年の今頃は見頃のピークなのに、今年は台風19号の40メートルの強風に葉がほとんど散ってしまい、見頃の紅葉が残っているところを探し求め、観音沼に足を伸ばしました。観音沼は、なかなか感じの良いところで、手つかずの風景と名残の紅葉を眺めながら、ゆったりと散策をしてきました。久しぶりの那須でしたので、有名な活火山那須岳に少し戸惑いましたが、笠岳の中腹まで登り、噴気の出ているところまでは行かずに戻りました。しかし、大きな岩や鋭角の噴石をまことこに見ると、御嶽山を思い出して自然の巨大なパワーを感じました。元の摂政石、温泉神社、那須温泉の源泉を散策してきました。当日は季節外れの高温で、3日前の雪もわずかしかなく、冬装備でしたので、風も穏やかで暖かく、登りはかなりへばってしまいました。